ツンブリして下の子の持ちのウキウキするのはやはり春のようでございますね。春が花なんてことを申しました。花の盛りは野暮も出る銭湯で上野の花の噂かねなんて言いますね。花見時になりますともどこに参りましても花の噂で持ちきりになって、花見に行ったってのは行ってきた、どこで飛鳥山どうだった、大変な人だで、どっからあんなにまあ出てくるかと思うよな。うん、面白かったで。おばあさんが歌い出す、若い娘が踊り出すね。ああ、行ってみろ、おめえも。面白そうだな、行ってみるか、行くか。行くなら俺の飯やるぞ。おめえの飯もらってどうすんだよ。俺の飯持ってきゃ、どこの花見だってただだ。おめえの名刺を持っていかなくても花見はただよ。で、どうだよ、花の具合は。え、花はどうだった。花さあ、花は咲いてたかな。人も見に行ったんだ、花を見に行ったんだ、わからないなんてのがございますね。どうだい、一つ花見に行こうじゃねえかなんて、何の花だよなんて、野暮なことを聞くやつはおります。花見てはもう桜に限らいというようなですね。梅の方がまたこれは風流名でございまして、下柱を踏み分け、俳句の一つの色もなんていうのがこの梅の方でございます。桜の方は老若男女この花の下でもって飲んで食って騒いで騒ぐ方というのがこの桜でございますね。ただいまと違って昔はもうお花見なんていうものは大変気を入れてやったもの、仮装などいたしました、いろんななりをして出かけたもんですね。でまたお花見の連中もそれを見て、ね、まあ、みんな楽しみにしたもんでございますが、今度はどんなことをやってみようかなんて、ね、花見時になるといろいろ工夫を凝らしてみんな出かけたもんでございますが、それこっちが作れよ。おお、いい陽気になったな。いい陽気だよ。ずいぶん人も出てら、うん、みんなこれが花見の連中だで、そこだ。それでまあな、俺たちをまあ花見に、まあ、今年も出かけようってんだな、それについてだな。なんか一つまた思考を凝らしてえと思うがね、それなんだよ。なんか上関係があるかい。うん、そうやな。何かまあなんだで、向こう行ってまあみんな花見の連中がな、あ、驚くようなことをやってみてえな。うん、どうでいく、ね、一つこう、花見の場所行ったらみんなこうなんだな、裸になってな、裸に、うん、でふんどしをこうずっとみんなこうつないだんだな。それでどうすんだよ。一人は真ん中で伏せ金叩いてな、うん、それでこれをふんどしをぐるぐる回すんだよ、うん、ね。まして韓国が来たらそれを持ってこういただくんだからね。どうでこのお念仏なんてね、なんだよそれは狐に化かされてるところってなあのことか見えんねん、なんだダメだよ。どうかね、あっと言って驚くようなことをしようってんだよ。あっと言って驚くような、じゃあ枝ぶるのいいのをめっけてよ、うん、そういうざらっと並んで首くくってみようじゃねえ。いや、そうして驚くぜ。まあこうやって桜の木に並んで首をくってなんてみんなあっと言って驚いて、バカなこと言うね、信じまっちゃ何にもならねえ。まああんなくだらねえこと言ってねえで、俺は前々から考えてることがあってな、茶番かなんて何かでもいいからやってみてえと思ってたんだが、実はね、巡礼兄弟の仇討ちっていうのがあるんだね。おお、それどうなんだよ。まあ敵を討つのは巡礼兄弟だ、撃たれる者は浪人者よ、うん、そこにまたね、六号一人ね仲裁に割って入るというような、まあ四人いればできるって仕事なんだがな、ちょうどまあお前たち四人でもってまあ やれることなんだよ。どんなあれなんだよ。まあこれはなんだな、巡礼のまあ兄弟だな。でまあ親を撃たれたっていうわけだ。そこでまあ撃たれるやつは浪人者、この浪人者を探してまあ諸国をまあ歩いてるってわけなんだな。でこのまあ上野の山あたりがいいやな、清水堂の脇の
まあ桜のところかなんかへこう長たい腰を下ろしてタバコを浪人者が吸っている、うーん、まあ浪人者に出たしてえな、まあ、決まったらね、まあ洋館色のこう、紋付きかなんかでもって塩天井の帯だ、それにまあ羽ちょろのこう素屋の大小かなんか束さんでね、深編み傘かな、で素足にせったばしてるところで、うん、それでタバコを吸ってるところにこの巡礼兄弟が来てタバコの火を借りるってとこだ、うん、でタバコの火を借りながら傘の内を見るってとこれが訪ねている仇だから、そこではいっそのあとに飛び下がって、まあ己仇さあ尋常の勝負をしろってことになるんだがね、うん、そこへこのね、ともかくチャリンチャリンと気に結んでる、まあ大勢人が集まるだろう、敵討ちだってんで、なるほどね、まあこれを見計らってそこへこの六部が仲裁に入るんだな、六部が、うん、まあ敵かとって言ったらこれは再現のないこと、まあこれは私のお任せくださいってんで双方まあ分けて大いびつから下げ下げな取り出して、まあ何もございませんが差し込んでんで、まあ酒を振る舞ってね、三味線かなんか持ってっといて、みんなこうなんで肌抜きかなんかになってね、カップルの総取りかなんかやるんだよ、まあ見てる人は本物の敵かと思ってんのが、俺はああ花見の志向だったのかてんでね、ああ大笑いでこれは大変ウケると思うんだがな、ね、どうで一つやってみるかい、ああなるほどこいつは面白そうだな、うん、じゃあ一つやってみようじゃねえか。で、何かえ、その浪人者の仇はおめえ誰がやるんで、そうよな、これはまあ言い出しでだから俺がやろうか。うん、おめえがね、おめえはいいや。うん、そういうその悪いことをしそうな顔してるからな。見ろって言うなよ。そうでねえよ。打たれそうな顔だよ。こんなことを言うね、んな顔があるで、ね。まあいいよ。で、その巡礼兄弟ってな、これお前となんでトメさんとやってもらうじゃねえか、二人でもって、おお、いいよいいよ、六はな、ハッツァン、お前が一つやってくれ、六はあんまりいい役じゃねえな、隣役なんて、いや、そうだよ、これいい役だよ、お前が出てこなきゃ幕は閉まらねえんだからな、お前いいね、こう切り結んでるところへお前入ってきて、で双方こう、なんだよな、あれさせようって言うんだから、これはお前、いい役だぜ、そうか、うん、いろんなこと言ったって、ああ何言ったって言うんだ、お前の好きなことを言うがいいよ、そうかい、うん、それで、まあなんだな、衣装やなんかをね一つ命名で、ね、都合してもらえてんだ、うん、じゃあ俺は浪人者になりゃちゃんとやるしね、それから、巡礼兄弟のものをちゃんと一つ思い出してもってやってくれ、それからお、あっつぁん、酒だがな十分に一つやれといてもらいてえな、いいかい、ロゴになりもちゃんとね、揃えて、うん、分かった分かった、じゃあ一つなんだ、稽古しとこうじゃねえか、稽古めんどくせえよ稽古なんじゃ、うん、明日おめえ向こうでもってちょいとやれ、それがいけねえんだよおめえたちはね、それでいつもしくじるんだよ、やっぱりちゃんと稽古をしとかなくちゃいけませんよ、うん、見てるものがこれは本物の敵討ちだと思うようでなくちゃいけねえんだからね、やっぱりちゃんとしとこうじゃねえか、そうそう、じゃあいいかい、うん、俺はじゃあなんで、この柱のところにこれを引っかかってな、ここはまあ桜ってところだ、いいね。で、俺はタバコを吸ってるから、そこでまあ巡礼兄弟二人が来なくちゃいけない、タバコの火を借りに来るわけだな。そこに、うん、二十歳とほうきあんだら、そんなようなんだ、そいつを持ってる、まあ、そこは仕込み杖っていうところだ、いいね。さあ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 、じゃあ俺がこうやってタバコを吸ってる、そこでまあ火を借りに来る。どっちが借りに来るの、もうどっちだって言うの、うん、借りに来るよ、どうだよ、じゃあ、俺は先に行こうか、なんていうの、あ、頼むでしょうね、すみませんけども、火を一つ貸してみて、それはまずいよ、巡礼だって元は侍なんだから、やっぱりその心持ちがなくちゃいけない、嫁ぎながら火を一つお昔くださいかなんか行かなくていいのに、ああそうかい、ああ、そうだった、やってみよう、え、そ、そ、卒業ながら、
卒業上なら木を一つ恩返しくれおい、そんな軽々しくちゃいけねえんだよ。もっとお前ね、やっぱり侍らしくもやんなきゃダメだよ。大虫ポンドだから俺が代わりにやるからね。ね、うん、いや、俺ですよ。卒業ながら木を一つ恩返しくれさ。うん、そんなに行き張ることはねえんだよ。もっとお前こう気軽くやるなよ、うん、この調子でいいんだね。いやいやいや、今度は負けたな。卒業ながら火を一つ、いいじゃん、火だな、火を一つお迎えしてください。うん、そうそう、お付け越し、うん、ほどいちゃうのか。そうだよ、ね、時間にはやらねえんだよ、ね、その日玉の転がったのそれを火をつける、うん、それね、これを、まあ、つける、ね、でその火をつけながら傘の内を見て、あ、尋ねている仇だというのが分かって、そこで、まあ、驚くんだな。あ、ほど驚くの。ああ、まあ、火をつけながら傘の中を見てね、で仇だって踊るんだね。あと、僕はまあこうやってつけていいんだなと、うん、ここを見る。で踊るんだ。どうしてよ、俺のも踊るんじゃねえ。吹っ飛んでなくにするんだよ。そうじゃねえんだよ。踊り方だってあるじゃねえかよ。え、おその花で踊らきゃいいんだよ。芝居だって何だってそうだろう、お前。こうよく。ってあるだろ、ほら、驚くあの仕草がって、あ、その気持ちでいいんだよ、お前。何、大きな声出すことあるんだ。ああ、そうか。あはは、芝居やるわね。ってのね、驚くんだよ。あれでいいんだね。で、言われたって、今度やってもらう。ね、もうこう、こう、こう、まあ、見た。ね、これで驚きゃいいんだ。人になって。それじゃ、引っ越しじゃないんだ。え、セリフだよ。あ、セリフ。セリフ、何て言うんだ。ちょっと待ちね。書いたものがあるんだ。まずは、ここに書いてるか。これ読みながらやってみる。ああ、そう。ああ、なるほど。これだ。やーやーってな。やーやー。ああ、珍しいや。何時は、何の何らしいような。それと同じに。何のね、そこはおめえそういうふうに書いてあるから、ちゃんとおめえなんか、侍らしい名前をそこにつけなくちゃいけない。そうかよ、名前をつけるんだよ、それ。だって、やーやー珍しいや、何時は建て小屋の反抗よな。それは俺だからね、俺の名前でしょ。侍の名前はなんか関係につける。うん、じゃあ、山坂転んだなんてね、おぶねえやんな。ね、じゃあ北風寒右衛門なんて寒そうだよな、他にねえから。じゃあ松の切り口寒右衛門。変だな、なんかベタベタしそうじゃねえかよ。まだねえから他に。何、じゃあ黒煙五平太なんだよ。この色が黒いからちょうどいいじゃん。まあいいや、なんでも。黒煙五平太でもなんでもいいよ。どうか。何時は黒煙五平太よな。何年以前我が父をおいそこの家が。もう、ね、年を入れなきゃいけない、そこに。どうかい。何年にする？三年か？七年か？13年か、臨海年ですから。まあいいや、7年ぐらいやっていいよ。そうか、じゃあ7年にしとくか。7年以前に我が父を討って国元を立ち退きし、大悪に、何時を討たんがため、兄弟、長野と年月、雨に打たれ、風にさらされ、観難振動いかばかり、ここでおたがもきの不僕どんげの
花の消えたる今日ただいま、で立ち上がって人道の勝負と呼ばわったり、しなたぼっこで本源でじゃねえんだよ。そこは割り手に伏すとお前一人でやっちゃいけねえんだよ。ね、そこんとこはお前二人でもってな、セリフをこう、半分ずつやらなきゃダメなんだよ。ね、もうそうかよ。それで、半分ずつどういうふうにやるんだよ。だからよ、ね、ここで大玉の焼きの小僕を飲んで乗せた、花間違えたら今日ただいま、家で立ち上がって、尋常の勝負ってここまで割り手に伏でいかなきゃダメだよ。じゃあそういうふうに一つ、やるよ、まあいいや、そういうふうにやってくれ。それで今度は俺だ。いかにもその方の父を武士の意地を持って打ち果たした敵呼ばりが肩を洗いてかわいそうだが両人ともに蹴り打ちがいいかい、これは俺が来るからな、どうそれ持ってこっち来いよ、いいかいな。で、お前たちは双方から動くんだな。兄ちゃんしっかり弟抜かるなってんだな。けど俺らから大冗談にこう振りかぶるからな。けどお前たちはこっちの方からこう腕に来てるんだよ。こういうぐらいになで、お前はこっちの方からこう切ってるんだ。俺らこういうぐらいな。お前またこっちから切ってこいな。こっちに入れたいいかい。体に入れたってなんかした方がいいぜ、だけどあんまりなこう真剣勝負はなだからこう気軽に動いちゃいけないよ。やっぱりこうじり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 やらねえとな、重々しくやらなくちゃいけねえから、分かったよって。それでどうすんの、まあいいや、こっちの方から一つ切り込むから、まあお前もよくねえな、なんてんで一生懸命稽古をして、ああどうやらこうやらのまとまって、じゃあいいか、明日ね、今日馬の国だよ、清水堂のねすぐ脇の頃どっか桜の根方に腰掛けてるから、いいな、じゃあいいかよ、ちゃんと巡礼兄弟もすっかり帰宅してね。あ、おう、ハッツァ、おめえの方はよろしく頼むぜ。翌日になるて、太郎人もな、すっかりも帰宅をいたしまして、早くから来て、桜の根がたい腰をかけるてと、パクリパクリタバコを吸い始め、ハチ公の方は、おいびつの中にサビサガナ入れました。何しろの、ネズミの鉄鋼下半、ネズミの着物にネズミの厚巾をかぶるてと、猫に飛び出疲れそうな格好をして中をガキの力まっすぐに家の前に入ろうてんでやってくるてと、運の悪い時は仕方のないもんで、このおじさんてのに出くわしました。このおじさんがまた金つんぼできてますからね、またこの耳の通り下は目の早いもんでございました。おハチ公だな、おいハチ、なんだそんな格好して、開国をするのか。悪いしてると使えちゃったよ。あのね、そうじゃねえんだよ、あのおじさん花見なんだよ。何、相模行く。新人でどこ行くのも構わねえけどもな、おめえを飛び出してあと嫁おふくろが一人残ってどうするつもりだ。俺がまた面倒見なきゃならねえじゃん。とんでもねえ話だ、まったく。まあともかくうちへ来いな、うちのばあさんと相談してそれからにするから。やっちゃったな、違うんだよおじさん、ね、これは心配しなくったっていいんだよ、花見の四国なんだよ。相模から四国へ行く。ああどこでもいい、ともかくいいからうちへ来い。やっちゃったな、俺向こうは待ってんだから、俺のこともしょうがねえよ、おじさんいいからうちへ来い。なんてしょうがないよ、このおじさん耳が遠いんだから、ちっとおばさんに話をすればわかるだろうと言って来てみるてえと、あいにくとおばさんが用事に出てこれが留守、待ってるがなかなか帰ってくる様子もない。なっちゃったな、みんな待ってるっても俺が行かなきゃ幕が閉まらねえんだよって、おじさん酒が好きだから、そうだ酒で殺してやろうなんてんでね、おじさんどうで今こう酒魚こっち行って出したらね、一杯やらねえかい。この野郎、てめえはそういう了見だ、新人をしようってね、そんな中に酒魚なんて突っ込んで、これはお前開国に出る場合があるんだ、そういう罰当たりだ。まあいい、一緒に飲もう。ところがこのおじさんの方が酒がすごい。おばさんが帰ってくる前じゃこううっかりできねえなって、気を張って飲んでおりますから、なかなか弱い。
立川の方はこいつはもうおじさんより酒が弱いから先酔っ払っちゃう。ぐでんぐでんになるってやっこさん非常馬からカーッてんで高いって寝ちまった。間違いのこんなしょうがないもんですね。巡礼兄弟の方は少し手間取りました。おお、早く行こうじゃってな。しっかりと手間取っちゃって、遅くなっちゃって、向こうで待ってるから早く行ってよ。おところから、うまくやんなきゃダメだぜ。え、ほら、立ち回りだよ。そこはやっぱりうまくやらねえとな、本らしくねえからな。ね、俺がお前、いきなりな、こうほら、弟の勘がこれ買って振りかぶるからな。で、おめえな、その振りかぶったらおめえがよ、この、西南に構えてまっしゃっと出んだいいか。で俺はこっちこうやって運の悪い時にはしょうのないもので後ろからお侍が来て、そのお侍が辛い泥地がぶつかってくる。ベモーそれどこに、すいません見れば死人の分際にして往来を飲むのたる今日、しかも武士の免停泥地税を持って働きおったらそれに控えろ。東道団にブレッチにいたしてくれるんで、ごめんなさい、ね、それは、おいおいおい、ちょいと来て来てくれ、えらいことしちゃって収まらなかったら、いちゃって、おい、こっちへ来いよ、なんだよ、なんだよ、言って、俺だって、腰もおかしくなっちゃったと、はい、もう謝ってくんねえか、おい、どうどう、旦那すみません、これはね、一週間あって、やったわけじゃねえんでございますね、出会い頭でございますから、一つもおかんべんに参ります。なんだ、貴様、ああ、この頃の連れか、うん、とんでもねえ連れじゃあります。一緒に来ただけなんだ。一人きるも二人きるも同じこと重ねておいて四つにいたしてくれ。それしかよ。運動の5番目重ねて四つにしちゃったのか。待ちなさい待ちなさい。どうもご機嫌はいかん。酔うと気が荒くなっていかんな。いや、ご覧なさい。これはただの巡礼とは見受けませんよ。何か望みのあるものと見えるが、いや、仕込みを所持して。今、さやばしっておるようであるが、一応問いただして、切ってよいものなら、改めて胸打ちにするもよかろう。まあまあ、待ちます。おごりごり。ああ、手を挙げられ。ああ、その方たちは、ただの巡礼とは見受けんが、何か望みのあるものか、何か体毛のあるではないか。え、体毛と申しました。いや、何か仇を打つと、そう、仇討ちなんでございます。親の仇でございます。親のこと、なるほど、そうであろう。ご覧なさい、親の仇を打つというして、その仇と申す者の様子は、もう仇が上の名前待ってるんだよ。何あれとか人が大勢出ますから、ひょっとして片手に巡り合うんじゃないかとこう思いますんで、なるほどなるほど。ああ、人手のところひょっとして片手に巡り合わんとも限らない。いや、よく考え、こうしておるのも気がすから、さあさあ、立って、さあさあ、どうぞどうぞ、ご遠慮なく言えされたんですか。いや、待ちなさい。もしな、仇に出を倒り、我々もその場に居合わしたらば、必ずお助立ちをいたす。お約束を申すぞ。では、さあ、立たれ、気もせがれ。はい、どうも、行こう。あれ、どうも、こんな、まあ、びっくりしたことはねえな。あんまり気入っちゃったからな、侍と引っ張られちゃって。向こうで待ってるぞ、早く行かねえてと。決まってやがる。いつだってこれなくなる。約束してちゃんとにできたらダメだろうな。何してんねんって、とっくにもうおめえ、今のうちから過ぎちゃったよ。さっきから倒れぐらいしてて、無駄しんちんちゃんやったけどさ。来た来た。来たよ。駆け出してんだよ。今日だけヘレヘレしてバカだな。君の兄の魚のところにいるって軽くで言ったらな。なんだよ、あいつは。志田小僧がどんだらけじゃねえか。二人で汚れてやるな。二人一緒に転びやったのかな。何を知ってやるなんて。ああ、向こう行っちゃったからな。こうだって言って、ああ、しょうがねえなんだよ。そんなわけだ。おい、
っちだよ、見ろよ。呼んでやる、仇の方で。面白いな。で、どうも、遅くなってすまねえ。で、何をしてやるんだ、今頃まで。ちょいとね、途中でね、間違いがあったもんで、いや、お前に帰ってさ、あとでゆっくり話はするけどもよ、どうしたよ、この分は。ってやんねえ。おめえたちが来なきゃ、どこか出てこらんねえじゃねえ。どっかで待ってるんだよ。何をしてやんだよ、実はね。いや、すぐ始めるから。いくら早く始めるよ。いや、卒人ながら、週一つ、お迎えしください。そうそう。おつけなさい。前の日に稽古ができてますから、セリの方はタンタンって行きましてね。仇を場には肩を巻いて、かわいそうだが両人ともに蹴り打ちだ。チャリンチャリンと、さあ物見高いな江戸の爪ですな。うわこうしたらわわわわわとおら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 いやあいちまっちまるい、なんすなんす、何やったんす、何やったかわからねえんだ、みんな駆け出すからこっちにしようだろ、そうしたら何です、この中何です、巾着切りが捕まったそうですよ。巾着切りが捕まった、金ちゃんってのは捕まりましたか。いや、そうじゃねえんだよ。あのね、女の子事件、お産をしたんだってさ。あれ、女の子事件、こんなところで、出物買い物ってますけどもね、何しろ、こんな人混みの中に出てきましたからね、人に押されましてね、飛び出したそうですよ。あれ、言っちゃいけねえな、おめえ。押されて飛び出すのは、おめえ、ところてんぐらいのもんだよ。ねえ、バカにしちゃいけねえな。こっちでお産したんですか。なんでも何たんだそうですよ。そうすかね、逆さっこでね、足の方から出たそうですよ。大変な苦しみだそうで。そしたらかわいそうだな、どうもな。中に気の利いた人がいましてね、こう、お金をこう出しまして、とね、やっぱりこっちの子ですね、すぐ足を引っ込めて手の方出したそうです。大変だもう人だ。ずいぶん集まりあったな、おい。大変なもんだな、おい。ねえ、そろそろ少し動かそうじゃねえか。そう、まあ、こうやってこうなんだな。少し動かすから、あんまりそこはどんなもねえからな。いや、いいよ、ほら。よいしょ。どうだ、こんなこと起こるほど、おい。そう、あんまりそばへ来るなしって言うんだ。大変でしょ。なんだよ、変な敵討ちだな。どんどんおめえ相談しながらやってるようだね。全然兄弟しっかりよ、早く打っちまえ、いやー侍早く打たれろよ、一応見ろ、あの面、肉々しい面してやるなんて言うな。悪い野郎なんちゃ、いやー早く打たれろー、言ってやんで、バカ。何も知らねえな、後で驚くなよってね。どうで来たぶれちゃったのかね、すぐ休むか、お前休むってわけにいかねえと思う。これはお前、眠くても変な形打ちなんだからよ。俺は出てくれないからでしょ。何してんだな、ロブだよ、お前。どうしたんだ、お前。早く出てくるのって困るじゃったよな。おこれこれ、これ。なんだこの人だかりは。敵打ちであるす。何、敵打ち？して撃つ者、撃たれる者は？撃つのが巡礼兄弟でしてね。で、撃たれるやつは、侍で、浪人者ですがね。大きな野郎でね、何しろいろんな黒い野郎で、肉肉しい面してますがね、こっちの方がなんか強そうなんですよ。返り討ちじゃねえかって今噂してるんですがね。何、巡礼兄弟。おお、では先ほど同じ街道であったあの兄弟、どうであろう。どうでもいい、では助太刀を出そう。どけどけどけ、何です、助太刀だ。助太刀、あ、そうですか。どっち助太刀です。いや、巡礼兄弟に助太刀をいたそう。そうすか、さらにあったね。なんかあぶりってんで。おお、巡礼兄弟、喜べよ、助太刀が来たぞ。助太刀、なんで助太刀ってな。そうか、いや、助太刀ってやらこの人混みだから入ってごらんねえからね。きっとそう言ってもね、なんで、あ、6で8個に違いねえや。もう安心だね。そうか、そんなにいいけども。おお、巡礼兄弟、めでたく敵に巡り合うたな。あ、どうも、ありがとうございます。敵ってのはこいつなんでもなくて、悪い野郎でもなくて、
こいつはもう7年前にね、親を売って、こう、ざらかりましてね、大変な悪い野郎でございますね。家庭はこの野郎と、おい、なんで、なんで、何言ってやんだ、なんで、あれは、なんで、助太刀。おい、助太刀って、もう充電器、なんだって、あんなもん頼む、頼んだわけやねんって、うまかって言ってたんだよ。俺も本物じゃねえか。本物じゃねえよ、おい。頼むよ、直通りに断っちゃって、向こうが来てくれたんだよ、お前も諦めろ。これもこれまでの話だったら、家業を決めて、おい、どうにも来るね、冗談じゃねえよ、本当に。おお、何をしておるか、見とっと歯がゆいな。これ、ああ、そちは兄じゃか、弟か知らんが、よっこら、あ、切りなさい、切りなさい、払いなさい、横に。要するに、正面からつきなさい、困ることはない、ついてみろ。その侍が好きだらけだ、好きだらけだ、好きなさい、目をつぶってついてみろ。言ってやんねん、うちに。いろんなこと言ってやら、好きだ、好きだって、食わだって、なんだってやるよ、うちに。余計なこと言ってやるの、嫌だな、おい、じゃあ、これ逃げるぞ。逃げちゃうの、もう、要するに逃げちゃったってことじゃ、それじゃあ、俺も一緒に逃げるからよ。一人だけで逃げんだよ、うちに。どんなんじゃねえな、って。見ておっても歯がゆいな。でも、助太刀もいたぞ、あら、見たー逃げた逃げた逃げたい、どっちが逃げたんだい、一緒に応援に逃げたんだい。おおおかしいな、おい、敵撃つよ、先に逃げてくぜ、おい。どうなって旦那ってこれどうなってんですかね。いやいや、拙者にもよくわからん。ああ、これこれ、いや、巡礼兄弟返せ戻せ、逃げるのは及ばんぞ。拙者抜いたところ勝負は五分だ。五分でもいけねえ、肝心の六分は。